はい、Let's go! はい、リエルでーす。はい、リエルでーす。今日は通販サイトの通販サイトのセットの購入の仕方とか、うん、ちょっと会員登録のやり方とか、ちょっと一番初めから分かりやすいように説明したいと思います。通販買うのに必要な手続きの仕方、うん、はい、はい、まず初めに、はい、これはもう皆さんお願いします、はい、あの迷惑メールをなんかいろいろ設定してない方でも、うん、ね、うちから行くメールが大量メールと間違えられて、うん、迷惑メールとみなされてなんかメールが行かないことがありますので、はい、必ずドメイン指定受信をお願いします、はいはい、会員登録をする前に先にこちらの2つのアドレスを、うん、ドメイン指定受信してください、うん、でこのドメイン指定受信なんですけど、あのお使いのキャリアって言ったらわからないと思うけど、うん、携帯会社によっていろいろ違うのでわ、うん、からない方は、うん、あの Google で調べたりだとか、もうわからない時は携帯会社の方に行ってお伺いしてください、はいはい、これはもう絶対です。それしないとメールが来ないってことだよね。はい、メールが来ません、はい、で自動受信っていうのがあるんやけども、それだけは来るんで、他のメールが届かないことがあるので、うん、あの振込先のメールが来ない、うん、振り込めないっていうことがよくあるので、うん、必ずこの2つをドメイン指定受信をしてください、うん、それは携帯でできるんやね。携帯でできます。携帯の操作でできるんやね。はい、うん、で携帯会社じゃないメールアドレスの方は迷惑メールのフォルダに入ってる可能性があるので、うん、そちらを確認してください。うちから送ったメールが迷惑メールの方に入ってますよってことね。そうそう、パパもあったやろ、はい、はい、私はいつもそっちに入ってます何もしてない人でも、うん、そういう風に迷惑メールになったり、うん、拒否されたりするので、うんうん、必ずこれを、はい、ここからメールが届くようにの設定をお願いします、うんうん、はい、はい、じゃあ会員登録をいきたいと思います。はい、いいかな。どうしたらいいですか。会員登録、まずうちのリエールの通販サイトに入り方、うん、通販サイトに入り方、はい、はい、通販買うのに通販サイトよね。はい、はい、じゃあまずこの YouTube、これ YouTube の画面ね。 YouTube の画面で、はい、YouTube の画面からだとこの概要欄、こうこう、こう先頭かな。そうそうそう、うん、矢印が小さいから、うん、いい、この概要欄、うん、概要欄から進んでください、はい、でこう下の方に行くとリンク、リンク、リンクがあって、はい、このリエール通販サイト、はい、これを押します。こんな感じです。こんな感じです。ね、こんな感じです、はい、じゃあこっち、こっちインスタグラムの方から行ってみようか。これインスタグラム、これ iPad ね。ちょっとビリビリやけど、iPad、はい、でこれはスマートフォン、スマートフォン、はい、Apple じゃないです、スマートフォンです。スマートフォンのインスタグラムだとこの青い、どこに、青い、はい、インスタビオって書いたやつ、これを押します。こっち iPad もね一緒、これを押します。インスタから入るときね、うん、はい、そしたらこういう画面になるので、この通販サイト、光、ライトが見えない。このライトが邪魔するね、光っちゃう。いい、いい、いい、この通販サイトを両方押します。通販サイト、したらうちの通販サイトはこういう画面、このパソコンも一緒ね、こういう画面か、うん、こういう文字だけの、うん、こういうサイト2種類あります、はい、2種類、うん、じゃあまずこの文字だけの方に行きます、はいはい、文字だけの方はこうザーッと下の方に行くと会員登録があります、はい、ここを押しますね、はい、したらこういう新規会員登録、はい、こういうのになります。はい、したらこれ今度パソコンこういう画面、うん、これね、はい、これの時はこっちか、こっちのが見やすいやろ、会員登録、これね、これを押します。じゃあこういう感じで一緒やね、はい、
で、このメールアドレスは必ず自分の連絡の取れるメールアドレスを打ち込んでください、はい、ディエールのメールアドレスを打ち込んで送信される方が多いです。なぜか知らないけど、うん、仮登録のメールがいっぱい届いてます、ね、必ずこのメールアドレスを、はい、なんかね、小文字とかあとドットとか小さいこうマークとか、うん、あと空白とかそういったものに間違いがないように入力して送信してください、はい、いい？ちょっとそこでストップして、はい、今先ほど仮登録でメール送信をしました。そしたらこういう感じでメールが来ます。いいかな。で、ここが青くなっている人はその青いのポンと押してもらったら飛ぶんだけども、うん、これが青くなってない人は長押し、長押したらこう青くなるけん、ここを開くをする、うん、ほら、ね、で、今のメールは、うん、URL は1回しか使えません、うん、1回押して、でまたこう失敗しちゃったと閉じちゃうともう使えなくなって、さっきのメールはもう使えなくなるのでまた1から始め直しになります、うん、で、有効期限が1日なので、うん、これを間違えないようにお願いします。難しいんやな。いい？じゃあ、これ、名前。あ、これなんかいろいろ出ちゃった。ちょっと待って。名前を、待ってな。リエルパパにするけど。あ、ちゃんとね、これ、名前を、うん、名字だけじゃなくて、うん、両方フルネームでお願いします。いい、うん、でここもフルネームで、ね、リエールパパと、うん、でこれちょっと待って、これいろいろ出ちゃうけど、で、これちょっといい、こういう感じで、もうちょっと貴重丸の住所にしたけど、うん、で、今郵便番号から入力したんやけども、ここまでで終わっちゃう人がおる。その後、住所を書いてない人、そう、あとこの、なんかな、大分県だけで終わってる人とかいるから、もうここは焦らず、ゆっくり登録してください、うん、全部な、全部、番地までな、番地まで、うん、分かんないんだからな、そうそうそう、うん、いい、ちょっと待ってな、うん、で、こういうのでうん、次で最後、うん、このログインのパスワード、うん、これが必要になってくるので、うん、必ず先ほど自分が登録したメールアドレス、うん、メールアドレスとかメールアドレスとこのパスワードをメモしておいてください、うん、メモ忘れちゃうけどな、これはあのログインする時に必要になります、うんうん、なので必ずメールアドレスとパスワードをメモしておいてください。忘れないようにね、間違えないようにお願いします。そうね、はい、メールアドレス間違えてる人もいっぱいいるじゃんね、はい、だから届かないでしょ、うん、うん、で、それで一旦一貫と切ってください。さっきの確認画面が1回出て、うん、でもうそれで登録を押すとこんな感じで、うん、登録ありがとうございましたっていう風になります、うんうん、これで会員登録は完了です。うん、うん、ここまでしとくと、うん、次ね、また通販ある時とか、うん、俺が変えてるっていうことだ、そう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 、うん、そういう感じ、うん、で、ここからが重要です、うんうん、ね、いろんな人がおると思うんやけども、あのブックマーク、うん、いろいろもうここにすぐ入れるように、うん、ブックマークで登録してる人がおると思うよ、うん、それはもうやめてください、うん、だけ今はこのマテルセット、うん、マテル方専用のセット、これね、うん、を販売してるんやけども、うん、その前に
あの2000セット限定のセット、うんうん、そっちの方をブックマークしてる人がいたら、うん、それは今も現在もないので、うん、それは買えません、うん、なのでブックマークから入るのはやめてください、うん、いつもね、うん、今も、うん、今も絶対に、うん、これで買えない可能性があります。買えないっていう人はブックマークから入らんで、うん、もう一回 YouTube から入る人は、うん、この概要欄ね、うん、概要欄から入ります、うん、でこのリンク DL の通販サイト、DL の通販サイトから、うん、いい？こういう感じで入ります。でインスタグラムも先ほどと一緒、インスタグラムの方から入る人はインスタグラムのここからね、見えない？立てたらいい？ここ青い字のとこね、そう、青い字のところ、うん、押すとこれ出てくるね。ではこの通販サイト、上が通販ね、うん、ここから入ります、はい、で、ログインのやり方です。ログインのやり方、はい、大丈夫かな、必ずログインしてからですね。はい、ログインしないとこのカートが出てきません、うん、これ見て、こっちのパソコン版から見てもらうと分かるんやけども、これ押しても下の方行ったら、ほら会員のみ購入できます。書いてる。こっちは書いてないよ。こっちは書いてない。そう。なので、そう、いろいろページがあるので、パソコン版の人はこっちから右上のログイン。あ、これちょっとつらね。どういうこと？ダメや。これやっちゃった。見てこう。じゃあこっちから。こっちもちょっとやってみよう。これはこの画面の人は一番下、またビーって言ったらログイン。ログイン。ここを押します。はい。切れないでそこを押してくれる。うん。でメールアドレス。ログインをしたらこのページになるんやな。そうそうそう。このページになります。うん、そう続けてやってそこで。とここでさっきの。これはうちのアドレスやけね、自分のアドレスを入力してくださいね、みんな、これを間違わないようにね。そう、さっきメモ、ちょっと待って、ログインしました。今言うかじゃ、ログインしました。そしたらここを押します。するとここきちんと商品説明を読んでくださいね、いつも、うん、必ずいろいろ重要なことが書いてます、うん、ね、会員ログインをしないとカードは出ません、必ずログインしてから購入してください。解除に書いてます。はい、はい、すいませんで、セットに対してもいろいろ書いてますので、はい、でこう書いたら、あと行き過ぎた、カートに入れる。カートがありました。ありましたね。さっきなかったんやけども、うん、このカートに入れる、うん、これを入れます、うん、お、これ今ログインしてるとこの状況です。そう、そう、うん、あ、ログアウトって書いてるな。これが、うん、昨日不具合出てたみたいで、うん、これがログアウトしてる状態の人が多かったよ。ログアウト、こういうまま、さっきログインしてたのにこんな感じになっといて、一回出ちゃってるってことだね。そうそう、入ってたのに出てしまってる時もあって、それで買えないっていう人が多かったので、出てるからそこにログインっていう青い字が出ちゃうんだよな。そうそうそう、入ってたらそこはログアウトのはずやね。そうで、ここに自分の名前が出てるはず。はいはいはい。でこの状態でこういろいろお届け方法とかこう入力して、この自宅へ届ける。でこれで入力するんだけども、これで
違いないよね。こう入力するでしょ、うん、で電話番号もこう入れて、そして支払い方法選びます。銀行振り込みにするでしょ、うん、でこう内容確認する、押したら、ほら、これなんかまた違うことになっちゃった。メールアドレス入れてなかったそういうのは平気なの？うん、これで とりあえずこうチームを確認するってするでしょ。今ログアウトの状況だな。そうそう、ログアウトの状況で知らないで進んじゃった場合、うん、こうなりますよって言ってやな。そうそう、注文するを押します、うん、そうするとほら、はい、購入いただけませんってなります、うん、ログ出た人がいっぱいいるでしょうっていうことやな。そう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 、それはログアウトしたまま買おうとした人っていうことやな、うん、うん、そういうこと。なのでもう一回ここ、うん、これでこれね、ログインな、うん、ログインをもう一回してください。はい、ログイン、ね、ログイン、いいかな、ログインしてね。そうそうそう、ログインして。見せたくないんだよね。あ、そう、見せたくありませんこれで買われたら困りますのでまだ後で消すけども、うん、これはこういう感じで、もうログインした状態、パパでね、で注文します。そしたら今度銀行振込のやつが来ます。ホームページ行くの？行こうか。もう注文押してみようか。いいよ。ほら、ありがとうって。そしたら自分の登録したメールに振込先が来ます。来ないということは。ドメイン指定受信ができてないので、ドメイン指定受信を必ずして、うん、リエルにメールをください、うん、メールが届きませんと。そしたらもう一度メールを送信し直します。全部してからね。はい、してから。してないのにメール大変なので、はい、はい、全部してドメインして、はい、会員登録してログインして買って、うん、っていうことでね、はい、はい、いいかな、はい。そしてじゃあもう一個、次はペイペイのやり方。ペイペイ、ペイペイが大変なので、ちょっとじゃあ一回します。ペイペイバージョンです。ペイペイバージョン、はい、ここログインしっかりされてます。ここを見てください。ログアウトってなってるっていうことはログインっていうことね、今ね、うん、そこ確認でいいよね。うん、うん、そうね、これろ、うん、はで、お届け方法、コール地域の方、はい、コール可能性のある方はこのクール便をおすすめします。発送日、だいたい発送予想予定日を確認の上な、うん、今8月やけど、今してるセットは10、11、12とか寒い時期になります。時期になるから、うん、北海道とか東北とかもうコール地方はクール便にしないと多肉が凍っちゃいますよっていうことやな、うん、はい、そしたらクール便で頼んでくださいっていうことやな、うん、うん、じゃあお願いします、はい、でクールで頼みます、はい、はい、そしたらこれをペイペイ、ペイペイバージョンね、ペイペイバージョン、はい、ペイペイバージョンにします。はい、注文を確認します。確認します。はい、これでいいですかと来ますね、はい、ペイペイ注文します。はい、ただもうボタンは触らない。触らない。はい、これ購入完了まで、あ、もう映っちゃった、あと一歩です。はい、こうペイペイの画面になります。おー、これで自分のペイペイのログインとパスワードを入れてください。ここはちょっと見せない、見せられません。はい。あ、もう切らんでもいい。そのままで喋っちゃって。喋っちゃって。うん。喋っちゃきましょう。皆さん頑張ってください。これはおじいさんおばあさんのためでございます。ね。わからない人、俺もわからん。嘘。もう全然わからんね。苦手なんや。
でも買いたいっていう人が見られるからな。はい、じゃあペイペイ、こんな感じになりました。いきますよ。はい、どうぞ。ペイペイね、はい、ログインするとこういう感じになります、しかしペイペイの残高が437円しかありません。パッパッパッパーやなそこは残高やな。ペイペイの説明が必要やな、はい、うん。ペイペイはこの残高払いとクレジット払いがあります、はい、でもこの通販サイトのお買い物はこの残高払いしかできません、はい、チャージの払いしか、はい、これをいくら支払うをしてもお金が足りませんってなります。そうよね、うん、なので完了できてません。そこに書いてるね。うんだからこの再度お試しくださいって言われてももう自分ではもうどうすることもできません、うん、なので必ずペイペイのお支払いをする人は残高、送料を入れた金額を必ず入れておいてください。送料入れた金額ね、うん、それじゃないとうちが赤字やねこれもうどうしようもならないから、うんうん、支払い方法選択ってなるんだけどもこれできない、選べないので。ああ選べない、ね、はい、残高しかも選べないので。カードでしちゃったらな、うん、ペイペイのカードの方でしたら、うん、確認がずっと後やな、な、入金確認がな、いらんこと言った、うんはいうんはい、この残高分しかできないので、はいはい、ペイペイで支払う人は必ず送料込みの残高がちゃんとあるか確認をしてからご購入してください、うん、そういうことな、うん、あ、そうか、まだいいか、18日まで売ってるからな。うん、そうそうそう、そういうことですで、もしこういうの場合で、うん、あ、もうどうしようってなった場合、うん、ちょっと待っちょってください、うん、私が気づいた時に、うん、もう一回あのメールペイペイの URL のメールを送りますので、うんうん、待っといてください、はい、間違えた場合のみ、うん、でも今から買う人は絶対に残高を確認してから購入してください。ペイペイは残高のお金入れて買う方とカードのクレジットで買う方を選べるんやな。選べない。いや、選べるから、あの通販の場合はこうお金を入れて買う方じゃないと買えませんよって言ってる。そう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 、そういうことです。もう俺も勝手にね、うん、うん、そういうことよ。なんか必ず残高を確認してください、うん、はいはい、でこの間違いが多いと次もうペイペイどうしようかなってなっちゃうので、うん、そうですね、うん、必ずね、はい、お願いします、はい、もう分かったかな。もう終わりの感じ？もう終わりな感じ。そうか、うん、そうやな、うん、もうペイペイがなすこぶるミスが多いからな、うん、昨日もそうやな、200何十件が買えてない人だけ。そうやね、250件ぐらい、うんうん、で今あと60件ぐらいになったので、みんなお支払いしてくれて、で今まだメールが行ってない人がいるやろ。そうなんです。なそうやって言った後でも、うん、要はドメイン指定をしてくれてないから、うん、大事な用事でメールしてるのにそれが届かないということやろ。そうな、届かない、だからドメインしてくださいっていうことでしょ。そうです、な、ドメインをしてください、うん、一つはメールが行ったりするっていうことやな。機械が自動で送るやつは行ったりするけども、そう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 、その後の大事なメールが行かないっていうことやな、うん、で来ないんですけどっていう人はそういうことやな。そういうことです、うん、2個な、ドメイン指定受信2個の名前のやつを2種類登録してくださいっていうことやろ。うん、うん、リエールの2個、2個とも登録してくださいっていうことやな、はい、うん、そしてその後、うん、入金確認のメールが、うん、振り込みの方は8月25日ぐらいからの振り込みメール、うん、あ、何かな、入金確認のメールを確認できた人ずつしていきますので、うん、まだ焦らないでください、はい、で確認の仕方です。自分が変えてるかどうか、はい、変えてますかとかどうなってますかっていうメールがいっぱい来ると、うん、大事なメールがもう逃した可能性があるので、埋まっちゃうよね、うん、
そのお問い合わせはもうご遠慮ください、うん、すいません、うん、じゃあちょっとその確認の仕方またよいしょ、いい、はい、確認の仕方は待てよ、はい、さあこれからまたボーっと一番下下このマイアカウントマイアカウントマイアカウント、うん、下から3番目、うん、はい、ちょっと切れます、待て、うん、喋っていきましょう、喋っといて、うん、みんな頑張ってくださいみんな頑張ってください、何それ、待ってる時間のあれや、はいはい、そしたらお客様の注文状況、ね、もう2回も買ったっけね、はい、今さっき俺ね、うん、あ2回買っちゃったよね、はい、はい、でこの状況をちょっと見てください、どうなってるか、はい、はい、未入金ペイペイ失敗したので未入金です、はい、こういう状況です、ああ失敗したから未入金、うん、うん、こういう感じです、はい、ね、これがちゃんと確認できてるっていうことは、あの注文できてるっていうことです、未入金の時はペイペイで未入金の時はあのもう一度支払ってくださいの URL のメールを送るので待っといてください、はい、はい、で、はい、次、うんと、この銀行振込、はい、まだ振り込んでませんので未入金です、はいはい、ね、うん、でこの振り込みが完了したとき、振り込み完了メールが皆さんに確認メール送りましたよっていうお知らせをインスタグラムと YouTube のコミュニティでお知らせをします、うんうん、そしたらこれをマイアカウント見て自分が入金確認、入金済みになっているかどうか確認してください、はい、でこれがもし未入金になってた場合、うん、あのお金振り込んだのになんで未入金になってるのってメールください、ごめんなさい、うん、違う、あのミスしてる可能性があります、嘘、うん、そう、ね、あの入金確認ちゃんとチェックしてメール送ってない可能性があるので、うん、ああそういうことね、うん、うん、なのであの振り込みをした方必ずあの自分が振り込みしたよっていう紙と残しておいてもらえると助かります、うん、はい、はい、ミスしてる可能性があるので、はい、そういう時もあります、はい、であと何かな、インターネットバンクから振り込みした方とか、うん、きちんと最後まで振り込みの完了がしてなくて、うん、あの自分は支払ったと、うん、ね、あの勘違いしている場合がある時があります、うんうん、なのできちんと残高の確認、うん、自分が入金したかどうかの確認を皆さんお願いします、うんうん、いいかな、はい、あとはちょっとストップして、また追加です、で、このマイアカウントでこっち、マイアカウント、銀行振込で、あ、注文はできてる、注文はできてるんだけども、うん、振り込み先のメールが来てない、うん、という方は、うん、ドメイン指定受信があのきちんとされておりません先に、うん、迷惑メールに入っていないか確認をしてみてください、うん、はい、で、迷惑メールにも入っていなかったら、うん、またこの2つを、はい、ドメイン指定受信を先にしてください、はい、で、それからドメイン指定受信をしたらどちらかのメールアドレスにあのドメイン指定受信をしたので、うん、また振込先の案内のメールを再送信の、うん、あのお願いのメールを送ってください、お手数ですが、うん、ドメインしたからもう一回メールくれっていう、はい、うん、ですよ、そういう感じです、そういう感じ、はい、全部伝えるか、よくね、難しいよ、難しい、俺みたいにこういうそういう通販買ったことないからね、本当、うん、言ってることがなかなか難しいんや、難しい、なるべくもうちょっとな、欲しい人は頑張ってな、うーん、動画見ながら、メモを取ってやる順序をな、うん、それね、ここにね、あの通販のサイト、うん、通販のサイトにもここに全部こうやり方が書いてあります、うん、うん、ほら、そう、銀行振込
注文いただいた方全員に振り込みの案内をメールを送りますと、うん、メールを届いてない方は必ずこの2つを指定受信してと、うん、書いてるんです。あ、普通は読まないよね、はい、あ、俺も読まないね。ほんと？えいえいってボタンを押していくべきだよね。うそ、うん、それでちょっと読んでください、はい、で、住所とかアドレス、うん、間違えてました、うん、あの全部マイアカウントからそういう確認はできるんだけども、それが間違えてた場合は、うん、マイアカウントから訂正をしてください、うん、きちんとしたね住所に変更してください。で、あの住所が変わったっていう人も、うんうんうん、マイアカウント訂正して、うん、住所が変更しましたっていう旨を、うん、あのメールの方に送ってください、はい、で、いつもお願いしてるんですけれども、必ず受注番号、受注番号とお名前をメールに載せておいてください、はいはい、そうやな、そういう人多いな、うん、メールくれるんやけど何も名前も書いてない人が多いな。はい、多いです。で、いまだにあのカレンダーセットが欲しいですとインスタグラムのメッセージでくれる人もいます、はい、で、うちのこのメールアドレスにカレンダーセット注文しますとメールをくれる方もいます、うん、それでは購入ができませんので、はい、必ず通販サイトより、うん、そうだね、はい、お買い求めください、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もうちょっとややこしいんですけど、はい、ゆっくりと、せやな、正確に、うん、俺たちもなかなかな、うーん、難しいよな、わからないよな、うん、特におじいちゃんとおばあちゃんは難しかろう、うん、うん、こうなんとかなんとかね、はい、焦らずにこう動画見ながらこう押してったらいいんじゃないの、うん、なん、うん、もう一回一緒にブックマークからは行かないでって変えないから、うん、インスタか YouTube のとこから、うん、飛んでください、飛んで入ってください、通販サイトにね、うん、うん、いいんじゃない、分かったかな、うん、難しい？僕は分からん？何？いや、だいぶ分かったよ。あの、分からない俺でもだいぶ分かった。本当？うん、それでも俺が通販をそのまま試しで買うと、うん、迷惑メールの中に返信が入ってます。はい。でもそれでもう分かるからいいんやろ？うん。な？それドメイン俺がしてないから、そこに入ってるんだな。はい、すいません、私も言うことを聞いておりません。はい、そういうことで、そうだ、ドメインとかね、言ってる意味がもうわからないけん、言葉が難しいよな、言葉がな、うんうん、ちょっとね、友達とかな、うん、誰かに聞いて、うん、ドメインって何かやっていうな、うん、どっからどうするんかいっていうな、それを聞いてやってくださいっていうところ、はいはい、うちから行くメールを受け取れるようにするっていうのがそのシステムやろ、うん、な、そうしないと、大量送信とか変なんで受け取れないよっていうことだよね。そう、ほら、これすごい分かりやすくして、ね、うん、ほら、いいよ、だけどな、うん、一つずつ間違いのないように、はい、お願いします。はい、で、いろいろこのメールにつきっきりっていうことがかなり不可能です。そう、だって俺たち農家やからな、それでその事務員とかいないから、その辺協力をな、はい、お願いします、お願いします、うん、はい、なんかちょっとメールで問い合わせが来ても返信がかなり遅くなるかと思います、うん、見てないからな、毎日ちょっと毎日見れないので、うん、事務所に行かないしな、うん、ということですので、ご協力をよろしくお願いします。まあ、お願いします、はい、はい、いいかな、いいですよ、お願いしますね、皆さん、はい、欲しい人はちょっと頑張ってみてください、はい、うん、いいですよ、うん、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします、はい、お願いします、ご視聴ありがとうございました、はい、ありがとう。